こんにちは、ズボラ健康運動チャンネルの柴田です。最近お体を見させていただいて、代謝が下がっている人の共通点をさらに見つけてしまったんですよ。それは骨盤と背骨が全体的にしなやかに動かないイメージなんですね。例えば猫背にわざとなれないとか、逆にぐーっと反ることができないとか、骨盤を自由に動かすことができないとか、骨盤の周りってリンパが多いんですけど、骨盤を自由に動かせなくなるとお腹周りや下半身の代謝も下がってしまいますし、背骨とか肩甲骨が動かなかったらもちろん上半身の代謝も下がってしまうじゃないですか。ということは骨盤や背骨や肩甲骨を全体的にしなやかに動かすことができればめちゃめちゃ代謝は上がるんじゃないかと僕は思うんですよね。そこで実際にお客さんに試していただいて1ヶ月やっていただいたところ、マイナス5キロ全身の代謝が上がってかなり痩せることができたんですよね。なので今回は骨盤、背骨、肩甲骨をしっかりと動かしてリンパを流していきたいなと思いますので、ぜひ皆さん一緒にやっていきましょう。それでは最初はこのようにあぐらをかいていただいて手を上に上げます。この状態からくね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 と同じ側の膝と肘を近づける感じでくねで、反対側もくねくねくね、この動きを1分間いきます。よーい、スタート。くねくね、まずは背骨を横側に動かしていきます。横方向にで、しなやかにしなやかにしなやかに。で、この時なんですけど、体がこうやって振られないように振られないように、この場でくねくねくねと動かすことで背骨が横に動いてくれます。ねね、結構動かしにくい人もいらっしゃるのかなと思うんですけど、できる範囲で動かしてみてください。横方向に骨盤が動くことでウエスト部分がしっかりと引き締まってくれます。で、プラス背骨をしなやかに動かすので肩甲骨がね一緒になって動いてくれます。はい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 、はい、これ1分間だと結構長く感じますね。はいはいはい、 OK です。それでは次もあぐらを同様に書いて頭の上で手を組んで伸ばしてください。この状態から前に行って膝立ちで座る、前に行って膝立ち座る、これを1分間いきます。よーい、スタート。さっきは横方向に動かしたんですけども、次は骨盤を前傾後傾という動きをしています。この時に前傾して、この時に後傾して、前傾後傾、そうすることで骨盤周りのリンパがしっかりと流れていってくれます。横方向にも縦方向にも動かすと、で、しっかりでグッと膝立ちした時にお尻を締めてあげるとさらに股関節が動いてくれるので、骨盤も股関節もリンパが流れるという感じですね。グッと動かす、よいしょよいしょ。膝立ちができない方は股関節が硬くなっている証拠なので、しっかりとこの運動をやってあげると股関節も柔らかくなってくれます。よいしょよいしょ、スッと立つ、スッと、はい、 OK です。それでは3つ目なんですけども、頭の上で手を上げてこのまま肘を下に下げて合掌から上に上げます。後ろに下げて上げる、これを1分間いきます。よーい、スタート。肩甲骨を回して合掌、上に上げて肩甲骨をグッと寄せて合掌、しっかりと肩甲骨の動きを意識してください。で、この時に背中が丸くなってると上がれないので肩甲骨の動きが半減しちゃうので、背骨を伸ばした状態でしっかりと肩甲骨が動くように意識しましょう。グッと伸びて寄せる、合掌からちょっと上に上がって寄せる、しっかりと肩甲骨の動きを意識してあげると背骨と肩甲骨が同時に動かすことができるので、かなり背中周りがあったかくポカポカしてきます。よいしょ、はい
よし。はい。よいしょ。はい、OK でーす。皆さんお疲れ様でした。このエクササイズが終わった後は、程よい運動をした感じで、全身の血流が曲がってる感じがしますよね。日頃からこのように骨盤とか背骨を全体的に動かしておくことで、姿勢も矯正されて、どんどん猫背の解消にもつながっていきますので、ぜひこういう運動を習慣化して続けてやってみてください。そうすると、1ヶ月でマイナス5キロも夢じゃないので、ぜひ頑張ってみてください。このようにズボラ健康運動チャンネルでは、ズボラな方でもできる簡単なエクササイズを配信しておりますので、今日の動画が参考になった方は、チャンネル登録と高評価、コメントもよろしくお願いします。今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。